レディ i スエンジェントル t l えー、今日は重大発表ということで6時になったらある動画を再生するので皆さんしっかり見てください緊張するねもう少しで6時ですよなんとファンタと2人でああああ リドル入りますどうも私リドルに入りますーアリケンと申しますどうもどうもこんばんは皆さん今日からリドルで働かせてもらいますーアリケンと申しますーあ、どうも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 やっと発表ができたということでーどうも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 これやるためだけに1時間前から塗ってたからなえ、逆じゃないでしょえ、逆じゃないでしょこうでしょ えだって、てんてんてんだからそのまま。ぎゃ。えこれ逆なの最悪や。えこれ逆なんとお前らなめんなよ。<laughs> 配信者がなめんなよこ。こうすればいいだろう。これでいいだろう。オッケーオッケーオッケー。<laughs> 事実は曲げれます。ってことで、改めて。 えー、本日6月1日をもって、ツイッチ1周年でね、すごいあの、タイミングが良かったんで、6月1日付けで、今日から、リドルでーす今日からリドルでーすはいーすよろしくお願いしますまあ、とりあえず報告と、まあ、なんで入ったかとかを言えればいいかなって思ってます。はい。まあ、入った理由に関しては、すごい、 単純すごい簡単なんですけどありがとうございます簡単なんですけどありがとうございますありがとうございますいただきますやばいこれやばいこれ顔顔顔どっかにつけたら全部黄色くなるからねえー、y o u t u b e 2、えー、何歳かな1歳からから揚げの動画でバズって早45年あのまあどこにも入らずに行こうかなってずーっと思ってたんですけどまあその僕もともと YouTube の動画を上げてる 人間でして、フォートナイトで。で、動画だけでいこうかなと思ったんですけど、あの、ツイッチを始めるにあたって、生配信を頑張ってみようかなっていうので、1年経ってね。で、ちょうどその1年目、まあ、でも言う、半年前ぐらいかな。半年前ぐらいから、ボトカさんに入らないかっていうのを言われてまして、はい。で、 なんで、リドルなのっていうのがあるんですけど、まあ、あの、やっぱりあの、僕、あの、バロラントの配信とか、あの、見てくれてる人ならわかると思うんですけど、口とかがすごい悪くて、はい、あの、あの、炎上した時に、一番大丈夫そうだなと思ったのが、リドルっていうのが、まず一つ。ま、まずね。結構、ま、一つだけど、だいたいもでかいかもしれない、これが。うん。あの、あれだからね、ストリーマーの先輩にね、 あの下半身出してもねあんま炎上しなかった人がいるからね結構なんか何でもやっていいのかなと思ってはい <laughs> ってのが一つとあとやっぱり合ってる多分いろいろとそう合ってるっていうのもあるしあとボドカさんにすごい世話になってますから、はい、そうあの YouTube 最初始めた頃もだいぶお世話になってるんで YouTube の動画の上げ方とかとかっていうのがいろいろあってまああのー、親分がリドルねリドルの親分がボドカさんならね 大丈夫かなって思ってはいでまあそれ含め、まあ、リドルに入ったって感じですかねはいまあ多分でもこれからやることはあんまり変わらないと思うんではいリドルが案件とか持ってきて僕がするみたいのが多分多いと思うんであのよろしく企業の皆さんね美味しい話もあってますね <laughs> 俺ねあの唐揚げお母さんの次に大好きなのお金なんでねよろしくお願いしますね、はいで今日はあのー、リドルに入るにつれてやっぱりあの一番最初のお仕事宣伝の部分はね やろうかなとはい皆さんはいこれ後ろにこれ今置いてますけどね皆さんえー、ねリドルのあのコラボパソコン出てるのでよかったら買ってください俺,俺の一番初めてのリドルに入ってるお仕事だよお金もらってないけどはいパソコン買うなら皆さんリドルで買ってくださいねよろしくお願いしますね今日からリドルっていう参加に入るんだけどまあそうねこの本格的にチームに入ったのが 初めてなんで何があるかとかわかんないんだけどまあいろいろできたらなとは思ってる一番やりたいのがパチンコの案件かなあのー、1年間一人でやってたんだけどもうめんどくさいの一人でやるとその請求書を送ったりだの飛行機のチケット自分で取ったりほっあの泊まるところ探したりだのってのがあるからもうちょっとそこら辺のめんどくささ っってなったらね、入った方がいいかなと思ってはい入りましたはいもうだからもう今日からもうボトカさんには逆らえないよ俺はボトカさんがクビって言ったら俺はクビになるからねあの別もうあのー、終わりなんですよもうこの顔を出した時点で <laughs> この顔を出した時点でもうお茶はついてるんですよないですよもうこれ以上出落ちですよあエコー消しますそうでほらボルトルームとボトカさんのやつがねなんか切れたんだよねちなみにあのツイッターとかでヒントは全部嘘ですはい悟られちゃいけないと思ってはい 首ないやんあ,あもう首はそうですねはい小学校入った頃ぐらいからもうなくなってましたね、はい、リドルーまあ正直フォートナイトやってる頃から入らないかっていうお誘いはあったんだけどなんか知らないけど俺は入らない方がいいんじゃないのかなってずーっと思っててで一番最初は断ったんだけどでもなんかやっぱりフォートナイトの動画のところでしかいなかったから入らないってなったけどこうツイッチ始めていろんなストリーマーの人と 見たり聞いたり喋ったりしてると、あ、いいなって思ってきて。あ、そうです。あの、ストリーマー部門で私は入ります。この前東京行った時に、もうやっと潜在写真できたからね、俺。今までずーっとリスナーね、なんかどっかの視聴者がね、作った、あのー、写真をツイッターで使ってたけど、こっからはちゃんと潜在写真あるからね。この顔の塗ってるやつを落とせるの、うん、わかんない。まだ、あの、落としたことがないから。こっからあと3日間ぐらいずっと顔が黄色くても許してな。 ま、リドルに入ってるけど、多分自由にやると思うよ、俺は。うん。なんかボドカさんとかと、パチンコ案件とか本当に行けたら楽しいなって思いながらね、入ったよ、俺は。お坊さんがミラーしてる <laughs> お坊さんにむ、お坊さんに向けて書きました <laughs> ありがとうございます、ありがとうございます。まあ、多分、あの、やることは変わんないっすね。多分。多分、全く変わんないと思う、やることは。 うんだから俺も気楽にやっていこうかなと思ってるね。いや、まあ俺もね、入らないと思ってたんだけどね。入らないと思ってたんだけどね。さすがにそろそろ欲しいなって思って。うーん。リドルおめでとう。顔見てわかったよ。<laughs> <laughs> 確かにね。難聴の方もいるかもしれないからね。これはあの、そういう人への配慮だからね。これ。あ、今、電車の中で、 見えないとかっていう人もう一発でわかるでしょこんなん。重大発表でこの顔してたら。そう、だからまあ今日からはリドルありけんとこ、リドルありけんってことでやってきます。まあそうね、まあ炎上したら、まあ、まあ、何かしらで炎上したら、まあボドカさんに適当に成敗してもらって、はい。ちゃんと反省します。毎日坊主にしてるんで、いつでも謝罪はできます。唇は黄色くできなかったんか怖かった。 唇を黄色くするのはそうだこの配信終わったら顔をまず洗い流して後片付けまでがめんどくさいわボドカさんはバロでぶち切れてますうんしねえよおめえボドカさんはボドカさんはおめえリドルに一人や二人入ったぐらいでおめえミラーなんてしねえよほんとにそういうところに惚れ込んで俺もリドルに入ってるからねあそれそうい,いつも通りいつも通りり皆さん今日からリドルありけんをよろしくお願いしますぜひともよろしくお願いしますね ま、なんか、ご飯系のスポンサーとか、ついたら嬉しいなーって想像しながらやってんだよね。全然配信で飯食ってね、お金もらえたら最高じゃんね。そういうのがあったらいいなー。ボドカさん、アリケン解雇言うてるで。<laughs> 伝説になるぞ。リドルで。1日目でこの顔塗って、1日目で解雇されたら、伝説やぞ。重大発表って何嘘でしょ 嘘でしょここまでしてまだ発表してないと思ってるやつがいるの。何を、何を待ってるんだあまりにも興味なさすぎないチーム加入に。俺結構自分の中ででかいなって思ってるんだけど。 チーム入るのもしかして、あれアリキン、アリキンラーメン味噌んとか欲しかったもしかして。リドルに入ってグッズとか出るかわかんないけど、まだそういう話はしてないね。<laughs> なんだ、ただの加入で。いや、でかいだろ !5 年間ずっと入って、入ってんだぞ解雇発表じゃねえよなんでだよ !1 日目だよ <laughs> もうボドカの、ボドカさんの悪口言えないね。いや大丈夫大丈夫大丈夫ボドカさんは1つや2つの悪口ぐらい許してくれる。3つ目からはわかんないけど。ってことで、じゃあ、 ありがとうございました皆さん、じゃあ今日からリドルとして頑張るので応援よろしくお願いします。はいもう何も喋ることがないので短くこの辺で終わりにしようかなと思います。はいなんかあのボトカさんとかにね、なんでアリケン入れたのとか質問してくれれば、あの多分ボトカさんが答えてくれると思うんで、はい明日からリドルアリケンで頑張りたいと思います。それじゃいババ <laughs> 恥ずかしい <laughs>